皆さんこんにちは、ゆっかです。よっくんです。もう春ですね。春が来ました。はい、はい、そしてなんとヒルクライムということで、ちょっと実践練習をさせていただけるということで、はい、はい、またおなじみのベロドロームしたんですけど、はい、今日はシッティングで合ってますか？そうですね、はい、まずはシッティングからやっていこうと思います、はいはい、自転車に乗る上で基礎がシッティング、座りこぎになります、はいはい、で逆にダンシング、立ちこぎです、はいはい、始めたばっかりの方はね、なかなかここってわからないところかなと思うんですけど、簡単に言うと座りこぎと立ちこぎの違いになります、はいはい、で基礎はやっぱり座りこぎになりますので、はい、まずそこからやっていきたいと思います、はい、すごい4年目にしてちゃんと学んでいくっていうことですね、はいはい、学べる。何も学んでこなかったのは本当損してますね。ちゃんと学んでますよ、最初は。本当ですか、うんうん、でもちゃんと今日もう一回チェックしてもらって、はい、では行きましょう。はい、行ってきます。はい、はい、ではまず早速乗ってみましょう。わかりました。はい、まずシッティングでね、はい、ここを走っていただきたいなと思います、はい、じゃあ行ってきます。はい、はい、おかえりなさい。ただいまです。はい、いつもあんな感じで乗ってますよね。あんま意識してないですね、はい、今、はいはい、上り坂、ここね、緩いけど上り坂なんですよね。本当ですね。はい、ギアがアウターなんですよ重たいギアなんですね確かに、はい、はい、で、これまた後でやるんですけど、はい、まずそこは基本中の基本なのでシッティング、ダンシングの前に、はい、まずはインナーの方が良かったなと思いました。間違いないですね、はい、ちょっと走りが軽すぎてですよ、ね、気づかなかった。ですよね、はいはい、結構腕が突っ張り気味なんですよね。そうなんです、はい、すぐ肩に乗せちゃう癖があって。ですよね。で、足にペダルに力が乗ってないんですよ、はい、逆に、はい、腕に乗ってるんですけど、はい、足には乗ってないので、はい、スカーって回してる感じになります。上半身の力も全く使えてないです、はい、へー、はい、自転車って足で踏むだけじゃないんですね、はい、上半身も使って、はい、体も肩甲骨も動かして、はい、しっかりと乗ります、はい、で、せっかく体が柔らかいのに肩で止めちゃってるから、うん、その柔らかさが全く使えない、はい、はい、のでまず腕をもう少しリラックスすること、はいはい、で少しだけハンドルが遠いので、うん、とりあえず手前をちょっとね持ってみましょうか、はいはい、本当はおすすめしないですおすすめしないんですけど、はい、今とりあえず実験として手前を持って乗ってみましょうか、はいはい、もう一本行ってみましょう、はいはい、行ってきます。そんな感じですか？まだ肩力入ってますか？ハンドルが近いと乗りやすい。今肘を曲げてくれたんですけど、はい、結構こうだったものが内に絞ったんですねなるほど、はい、でこうしろとは言わない、はい、けどもっとリラックスして、はい、くれくれ肘をさっきこうやってこうなってますか、はい、そうするとまたここで止まっちゃうんです、はい、なので、はい、もっとリラックスして、はいはい、やった方がいいかなと思います、はい、もう一回行ってみましょうか、はい、行ってまいります、はい、肘、肩どうですか？で、その時にお尻を少しだけ後ろに座ってあげる、はい、はい、はい、今で見る方向は前です、はい、もう少し漕ぎましょう。もう少し漕ぐ。今どんな感じですか？この辺がちょっと辛い。体の柔らかさがありすぎて、はい、すいません背中がすごい反れちゃうんですよね。ほう、なるほど。結構知ってます？自分の体ってあんまり見たことない。見たことない。結構こうやって反れてるんですよ。にゃお。で、それをここで一生懸命支えようとしてるんです。なるほど、はい、だからもう少しだけ、はい、普通はみんなに猫背にするなって言うんですけど猫背とは言わないですけど、ちょっとだけ、はい、
背中ってこの辺を出してみましょうか。はい、ちょっとだけこんなアドバイス普通されないですよね。いや、初めてっていうか、まあ反り腰の方とかいらっしゃるので、はい、まあ、どうしようかなと思うんですけど、反り腰からさらにこうビョーンってすごいなと思うので、意外と体幹が弱いので、前に行ってしまって、はい、支えきれずに腕で支えてる、はい、なるほど、だからここ痛くなるんですね、はい、あと若干ハンドルが高い気がするんですよね。もちろんね、ハンドルを下げすぎも良くないです。でも手足長いし柔軟性も十分あるから、むしろ高すぎて不安定になってるのかなっていう感じはします。はい、でちょっとやっぱ前乗りすぎる、ハンドルが遠いから体がどん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 前に来ちゃうんですよ。はい、だからお尻が前に来ちゃって、はい、前のめりで前で踏もうとするから力は入らない、はい、ああ。もっとお尻の筋肉とかを使って、はい、大きい筋肉を使って乗れるようになると、もっと長く早く乗れるようになると思います。楽しみです。はい、もう一回いきましょうか。はい、はい、ちなみに、はい、ゆかさんの乗り方ってこんな感じですなんか想像つくかもでもやばい、これでもっと体が柔らかいからもっとね、反り腰っていうか、はい、ちょっと添えてるだけにしました、ハンドル。でちょっと後ろに座る。はい、そう、最初の頃ちょっと良かったです。で、はい、多分本当に普通と逆です。皆さんど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 ん猫背になってきちゃうんですよがどん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 落ちていく、まあ、だからちょっとそういう例があまりないのでやっぱりあれによってどんどん前重心になっちゃうので、はい、少しだけ後ろに座ってあげるっていうのを常に意識した方がいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、続いてはポイント2、はい、このダンシングにそのままダンシングそうはいはい行こうと思います。はい、はい、普段ダンシングって使ってますスタートの時、上りの時。ああ、その今トレーニングする時に、はい、男性陣とトレーニングが多いんですね。はい、そういう時は置いてかれちゃうので、はい、スタート結構ダッシュする時に思いっきりダンシングしてると思います。はいはい、わかりました。じゃあその得意のダンシングを得意じゃないちょっと見てみたいと思います。恥ずかしい、はいはい、ちょっと平坦気味なところと、はい、上り坂のところと、はい、一つずつダンシングを見てみたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ここでどうやってダンシングするんですか。信号の立ち上がりでダンシングしないですか。しないです。あ、そう、はい、じゃあしてみましょう一回。はい、はい、分かりました。お願いします。ギアは軽いままで自由に。はい、お願いします。はい、行ってみます。はい、行ってらっしゃい。はい、もうちょいギア重くしましょうか。ギア重く、はいなんかどうすればいいのか、お尻がプリプリしちゃいます。はい、 OK です。はい、そしたら一回止まって今度、はい、ちょっとそっちの勾配のきつい方行ってみましょうか。はい、そっちは得意ってことですもんね。得意かわかんないですけど、はい、立ちこぎは慣れてますよ。はい、このギアを軽くしてもいいんですか。もちろん。はい、今どうでした。自分でやってみて。全然何も意識しなさすぎてわからなかったです。まあ、緩い勾配のところはあんまりやってないということで、はい、本当にわからない、はい、で急に坂になった時にどんどん加速してますよね。ああ、はい、してますよね。しちゃったかも。はい、で、ダンシングって加速するためのものでもなく、ダッシュするためのものでもなく、いや、もちろんそれも用途の一つとしては出てくるんですよ、はい、ただ基本的なダンシングっていうのは普通にただの立ちこぎです、はい、速く走るためのものだと思う。もちろん加速する、その加速するためにこういうふうに力を入れましょう、はい、こういう重心にしましょうっていうのを変えていくと加速できるわけで、はい、それは応用なんです。で、速く走れちゃう、速く進んでしまう、はい、よく楽をするダンシングって言葉があるんですけど、あれはダンシングがきれいにできてない人が速
早く進んじゃうから、うん、ゆっくり走る、そうキープすることで楽になるっていうダンシングだと僕は思っています。はいはい、楽をするダンシングっていうのが基本的にはダンシングの基礎だと思っています。で、重心がダンシングと前すぎるんですよ、はい、でちょっとこれを見ていただきたいんですけど、本当だ、これあのギャグ線高いレベルで、はい、っていうのが結局緩い勾配でもきつい勾配でも、はい、結構前乗りすぎます。なんと、はい、でニュートラルポジションって知ってますか？正しい位置、はい、自分の自転車を持ち上げてください。片手で自転車を横にしましょうか。自転車片手で自転車を持ち上げてください、うん、はい、今調整しましたよね、持つ場所、はい、そこ真ん中です、はい、で例えば前を持つ、前しか上がらないです、はい、後ろを持つ、後ろしか上がらないです、はい、持てるところ真ん中です、はいはい、今それだと前上がりですよね、はいはい、っていう自転車の中心があります、はい、じゃあその時に何をするか、はい、自転車の上で何が必要か、はい、人間も真ん中に乗ってあげることが必要なんですね。あ、確かに、はい、でさっきのシッティングの時もそうです、はい、前に前に行ってしまうから前輪荷重になって、前輪荷重だと何か段差を拾った時に転んでしまう危険性とか、もっと言うとグリップも一気に抜ける可能性とか、あ、いろんなものがあるんです。なのでちょっとだけ重心を後ろにしてあげるっていうのが、はい、ダンシングでもシッティングでも必要かなと思っています。でさっきのニュートラルポジション、はい、ペダルを左右対称の位置平行にした状態、後ろ回しですね、行き過ぎましたねはい、まあ、どっちが前でも基本的にはいいです、ニュートラルポジションの時は、はい、今はですよ、はい、この状態で両足を乗っけて、はい、まずピンって立つところから始めます、はいはい、なので、まあ、ちょっと下り基調にはなるんですが、はい、向こうから下ってきて、はい、ちょっと立ちながら、漕がなくていいです、はい、平行のまま立ちながら下ってきてみてください。わかりました、はい、はい、OK です。はい、はい、今のなんですが、はい、お尻がですね上がりきってないんです。要は膝が伸びきってない、はい、なるほど、これ若干まだ前にあります。はい、でちょっと見本見せます。はい、お願いします。でこれをしっかりお尻を上げてあげる、足も伸ばしてあげる。でこの時にかかともしっかりと押さえてあげる。はい、はい、はい、かかとを落とすだけで、はい、お尻がちょっと後ろに行ったの分かりました。はい、なんか重心が違うところにある気がしました。はい、あれで真ん中にやっと乗れてるんですよ。へえ、最初はこうなんですよ。はい、かかとを落とすとこうなるんですよ。はい、こうなってるのがこうなる。確かに、はい、こう、はい、でそれが基本です。はい、でその状態から、その状態を作った上でダンシングをしてみてください。はい、わかりました。坂の方行ってみましょう。はい、行ってきます。で、もっと頭を下げる。頭を下げる。こうですか？お尻を上げて頭を下げる。こうか。これを腕をリラックスして、お尻を高いまんまダンシングしてあげる。はい。腕が突っ張りすぎなんです。腕は手はしっかり握ってハンドルを握って、はい、で肘を後ろに引くイメージで、お尻もっと高く上げる。ハンドル多分握れてないですね。小指しっかりかけて、小指しっかり、はい、で自転車をちょっとだけ横に振ってあげる。リズムが逆ですね右足を落とすときに左に振るはい、自転車をちょっと振りましょう。はい、やばい、これリズム感ない人だぞ逆に振った人初めてかも嘘でしょ。ちょっと待って、ちょっとね、なんかね、まあ、リズムが悪いのか
リズムが悪いのか、その自転車を振るにあたって、まあ別に振らなくていいんですよ。ただ結果的に自転車は振れる。はい、で、右足を落としたら左に振る。はい、左を落とすタイミングで右に振るんですけど、ペダルを踏むタイミングと、はい、ハンドルを振るタイミングがバラバラなんですよね。はい、あれは別のトレーニングを今度しましょう。リズム関係のトレーニングを。あるのでそういうの、はい、あ、難しい。びっくりしました。で、ハンドルを振るっていうのもハンドルを振るんじゃなくて、はい、サドルを振り子にするイメージだから、こういうふうに振ります。はあ、頭をこういうふうに振るイメージ、はい、サドルをこういうふうに振る、はい、といいかな。ハンドルで振っちゃうんじゃなくて、サドルを振ってあげるイメージでいきましょう。イメージ湧いたかも。はい、はい、で、まあ、今日はまあ、そのうち良くなるという方向で、はい、最後は正解だけ見て、はい、次のポイントに移りましょう。はい、はい、正解がないとな。はい、はい、お願いします。します。綺麗で、リズムよく左右にサドルを振るイメージですね。で、目線は必ず前を向いて、ハンドルはしっかり握ってあげましょう。で、この時にもも上げのイメージも重要です。ポイント3なんですが、はい、シッティングにもダンシングにも、はい、絶対的に必要なギアの変え方になります、はい、タイミングすごい知りたいです。はい、はい、で、自転車ってペダリング何回転ぐらいでやってるか分かりますか？多分ね、皆さん80とか、まあ70、80、90 RPM ってやつです。 RPM です。あ、はい、RPM90 ぐらいです。はい、で、車が、はい、その何千回転出してる中で、はい、7速8速しかないんですよ、あるものでも、はい、自転車ってその70回転80回転90回転の中で前2枚、はい、後ろ11枚ですか、はい、これで22段あるんです、はい、なので変速回数をたくさん思ってる以上にいじんなきゃいけないです、はい、で、今向こうから上り坂、ずっと上り坂ありますけど、はい、こっちも上りましたけど、はい、一定じゃないじゃないですか。一定じゃないです。はい、登って緩くなって、はい、登って、はい、この坂の中でも後半きつくなってくるんですね。はい、で、ってことはギアを都度変えなきゃいけないんです。はい、はい、スピードの上げ下げが信号とかのスタートストップだけではなく、はい、勾配の変化によっても変わりますよっていう話になります。はい、はい、で、それがタイミングが合わないと、例えば軽すぎてハムスターがこうキャーって回してるかのような、はい、くるくる回さなきゃいけない状態になってしまったり、はい、もう重たくてよいしょよいしょって踏むような形になっちゃうので、はい、まあ、そこはしっかりとギアをいい位置に選択してあげてください。はい、で、まあ、さっきね、一番最初に上り坂なのにアウター使ってたじゃないですか。はいはい、ああいうところは注意をしたい。特にロングライドとか長い距離になればなるほど、はい、そこが一つが響くので注意してほしいのと、はい、でも意外と考えなきゃいけないのが、追い風か向かい風かによってもスピードが変わるので、そこは注意してみてください。ありがとうございます。で、実際に乗ってみましょう。はい、で、勾配変化あるところでやってみて、はい、後ろからもうあだこだ言うので、はい、ガチャガチャ書いてみてください。わかりました、はい、お願いします。お願いします。はいはい、では、スタートをして止まるまで、はい、だからスピード的にはゼロからスタートして登っていって、はい、でも止まる時に少しずつ落ちていきます、はい、なのでスタートして少しずつ加速とともにギアを上げていって、はい、減速とともにギアを下げてきて止まるっていうのをやってみましょう。はい、はい、お願いします。あっちのゴールまで今行ってみましょう。はい、はい、では最初この普通のギアのままでインナーで大丈夫ですか？はい、はい、もう今ゆっくりなので、はい、インナーで大丈夫です、はい、お願いします。で、安定してきたら1枚ギアを重くして、はい、で、実は前見るとここの中でも勾配って、はい、変わってるんですよね。はい、で、ちょっと今スピード落ちたので、はい、喋るとスピード落ちる癖あります多分、はいはい、スピード落ちたのでギアを軽くしましょう、はい、もう一枚軽くしてもいいです。はいはい、で、実はその辺からちょっと緩くなります、はい、なのでギアを重くしてください。はい、もう一枚、はい、
でこういうところでスピードに乗ります、はい、でここでもう一回軽く、はい、勾配の変化に常に合わせていく感じですね、はい、でもう一枚軽くしましょう、はい、はい、でそこで止まりましょう。ではポイント3つ、はい、何でしたか？シッティング、はい、ダンシング、はい、ギアのチェンジ、まあ、ダンシングだけどね、ダンシングじゃない、ダンシングねダンシング、はいはい、ダンシングじゃない、はいまあね、それが基本になります、はい、それができて初めてさらに安全に走るのか速く走るのかにつながっていきますので、はい、まあ、今後もね、はい、ちょっとこの YouTube とはまた別のところで、はい、特にダンシングのリズム感に関しては、はい、はい、鍛え直していこうと思います。ビシバシ鍛え直していこうと思いますので、はい、ぜひお願いします、はい、昔の部活時代を思い出して、はい、死ぬほど頑張りましょう、はいはい、お願いします。では、はい、ね、次回以降も楽しみにしていただければいいかなと思います。1ヶ月後にリールでどんな状況になったか皆さんにご報告させていただきます。どうしよう、めっちゃ下手だったら大丈夫、きっと運動音痴ではないはい、ということで本日も皆さん見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは次回もお楽しみに。はい、ありがとうございます。